換すれば3000人から500人ぐらいですが、一番多いのは6000人ぐらいで、ケベックとドイツで行われています。場所は自然が多いところや古い都市などです。まずゲーム主催者が話したテーマを決め、参加者が演劇をしながら詳しい内容を作っていきます。チームも参加者もそれぞれの目的があり、話の中でその人物を演じながらその目的を遂げなければなりません。そのために多くの参加者と様々な関係を作っていくことがとても重要なのです。またゲームの中ではファンタジーと現実が混ざっているので、モンスターや魔女もいます。危険なことも多く戦闘もあります。一見危なく見えるかもしれませんが、安全のための厳しいルールがあります。しかしこのゲームは勝つ人も負ける人もいません。このゲームの面白さはみんな違う目的で一緒に演劇をし遊ぶところです。それに画面などの用具を作って手作業したり、戦闘をしてスポーツをしたり、歴史上の人物を演じて歴史のことを学ぶため楽しみながら多くのことをやることができます。しかしそのゲームは子どものゲームではありません。まず人間関係はとても大切です。なので礼儀と昔の社会のルールを知らなければなりません。また前もって役について準備し、ゲームの中でずっと演じなければならず、ゲームといっても子どもにはとても無理なんです。このように魅力的なゲームは日本にないことは残念です。しかし面白いロールプレイがあったとしても、日本人は参加することを優しいと思うかもしれません。他の人はロールプレイする人のことを変な人だと思うかもしれないからです。フランスでもロールプレイのことをあまり知らない人はそういうイメージを持っています。しかしそういった考えとは逆に、ロールプレイには良い面がたくさんあるのです。まず内気な人も演劇をすることで大勢の人に出会えたり、多くの人々と関係を結ぶことができます。それで自信を持つようになって、その後の生活や仕事にとてもいい結果をもたらすと思います。さらに衣装や用具を自分で作ったり、歴史的なストーリーを通して国の文化遺産を発見することができます。最後にロールプレイをすることで退屈な生活から逃げられて、しばらくの間問題を忘れることができ、良い気になると思います。皆さんもチャンスがあったら